こんにちはったらこんにちは、いずもです。今回はちょっと久しぶりに電子工作です。プログラミングの動画はまた次になります。すいません。タイトルにありますようにダイソーのテーブルランプに人感センサと明るさセンサの機能を追加します。人が近づくとランプが自動点灯しますが、明るい時には反応しません。まずは出来上がりの様子をご覧ください。では自動点灯化したランプの動作の様子を見ていきます。である程度ですね、部屋が明るいと部分手を振っても反応しないんですけれども、部屋を暗くしていくとですね、こうやって手を振ってやると反応します。だいたい探知距離はですね、2メーター弱ぐらいですかね。はい、こんな感じになってます。それでは制作の過程見ていきます。まずはパッケージの開封と分解の仕方になります。でこれがパッケージですね。テーブルランプエクスパンダブルタイプで550円です。一辺ですね、実はもう開封してまた閉まってあったやつになります。で電源はですね、 USB 電源を使います。でここに切り替えスイッチですね、これがついてるのがいいところですね。でこういうふうにですね、軸が伸びたり縮んだりします。これなかなか洒落てますね。小さくしてしまうことができます。で裏のですね、ゴム足を外すとネジが出てきます。一箇所ちぎれちゃいました。でプラスのドライバーですね、普通に外せます。ピンセットで四苦八苦しながら取り出しました。そこ板はですね、簡単に外れます。で、中はですね、超シンプルな感じですね。はい。こんだけです。で、ですね、とりあえずですね、まずは配線を外していきます。で、このケーブル止めてたネジを外しまして、で、ホットボンドで付けられてたので、とりあえず温めてみました。そうするとドロッと溶けてくるので、まあ多分ホットボンドだったりね。で、これを外しまして、で、ハンダを手で、配線を外します。で、ですね、人感センサーを加工していきます。人感センサーはですね、明るさセンサーの機能は最初はついてないので、これにですね、明るさセンサーの機能を追加していきます。でそのためにですね、ちょっと改造が必要で、色の抵抗ですね、ちょっと追加してます。そのあたりはですね、前に別の動画で解説してるので、そちらの方をよかったらご覧ください。後でちょっと説明します。とりあえず、ハンダ付けができまして、で、この後ですね、フォトレジスタっていうのをくっつけていきます。これがですね、明るさセンサーになります。で、付け終わりました。この、うねうねっとした線、赤い線が入っているのが明るさセンサーになります。で、本体の加工を続けましょう。で、金属ポールの爪をですね、ちょっとペンチで引っ込めて無理やり引っこ抜きました。これ引っこ抜いた後ですね。でフレネルレンズの大きさで印をつけてます。定規で線を引きまして、で四隅をですねドリルで穴開けていきます。ここでですね、アクリルカッターっていう道具がありまして、これでカリ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 削っていきます。これがですね、一番大変な作業でした。
最後はですね、カッターナイフでゴリゴリやってすると外れました。はい、こんな感じですね。で、四角い窓が開きます。で、少しですね、少し大きくてグラグラです。はい、でとりあえず蓋を閉めてみますが、ちょうどですね、高さはぴったりでした。はい、いい感じです。で、ここからはですね、楽しい電子工作の時間です。で、まずはですね、電源をつないでます。で、その後ですね、LED をですね、オンさせるための NMOS を追加してます。回路図の解説とかもですね、別動画でやってるので、こちらの方をよかったらご覧ください。で、まずはですね、センサーのアウト端子とゲートをつないでます。NMOSのドレインとグラウンドですね。何かの足の切れ端を使ってつなぎました。グイッと曲げてですね、ちょっと硬かったんですけど、グラウンドにちゃんとつけます。はい、つきました。で、余った部分は電池で切ってしまいます。ウンチじゃなくてニッパーでしたね。で、先端のポールを再び力づくで押し込んで、今つけた状態です。あと LED のアノードを VDD につけましたね。で、仮想灯の方をソース、あ、ドレインの方か。ドレインにつけて、配線はもう終わりです。でも使わなくていいんですけど、ネジを止めて、これで出来上がりになります。あとはですね、ネジを一遍締めて、斧としては完成になります。はい、中ではこんな感じですね。両面テープが残ってました。クルガジアで取ります。作業はね、こんな風になります。まあ、一番面倒なのはね、穴開け作業でした。はい、でですね、出来上がりの写真がこんな感じになります。なかなかいい雰囲気だと思います。人感センサーのフレネルレンズが、まあ、サイバーですよね。はい、これ寝室とかに置いておくととても便利です。以前やったネオンコードのものと、回路的にはそっくり同じです。なので、まあ、今回の動画で、回路的な説明は行いません。で、以前作った解説の動画がありますので、回路や部品などの詳しい解説についてはそちらをご覧ください。ですね、これと、これになります。で、これらの資料もですね、ブログの方にまとめてまた上げときますので、興味のある方はそちらをご覧ください。概要欄の方にですね、動画の URL とかも、書いておきます。で、何かわからないところとかありましたらですね、コメントの方にまたご遠慮なくどうぞ。なんせこれね、すごく普通に便利なんですよ。よかったらぜひ挑戦してみてください。部品代もね、何かかりませんので。よいしょ、違った。というわけで、企画中でも電子工作がしたい。というか、まあ、普通に今回必要だったので、人感センサー付き LED ランプを作りました。次回からはですね、またプログラミングの勉強をやります。次は、フォーループからですね。では、ここまでご視聴ありがとうございました。この動画ですね、面白いと思っていただけましたら、高評価ボタンだとか、チャンネル登録だとか、
来ていただけると僕は大変嬉しいです。ではまた次回プログラムの勉強に付き合ってください。ではまた。